六番隊井上源三郎として殺されたもう一人の新選組局長芹沢寛、吉田東洋暗殺と新選組誕生、点と点がつながった時また新たな謎が生まれる。1年前、芹沢に東洋暗殺を依頼した黒幕は坂本龍馬を名乗ったというのだ。やがて二人の坂本龍馬が寺田屋で重なり合うと、京の町はさらなる混沌に包まれていた。裏切りと策略、不信と絶望、もう一人の坂本龍馬、その正体は土佐で死んだはずの竹地半平太なのだろうか。対決の時は確実に近づいている。寺田屋ではでけえ魚を逃がしたもんだな、あんた。見回り組の邪魔が入ったな。連中は勝林太郎に動かされていたらしい。それで結局坂本龍馬の正体は分からずじまいか。なあ、あいつは何をしにまた京に舞い戻ってきたと思う。さあな。あんたは知っているのか。ああ、そいつを教えるためにあんたをここへ呼んだんだ。それにいよいよ時間がなくなってきたことも承知しといてもらいてえと思ってよ。時間？何のだ。この日本って国が自滅するまでの時間だよ。何？坂本龍馬はな、国中を巻き込んだ倒幕戦争の引き金を引きにこの京に来てるんだよ。坂本龍馬は今までずっと倒幕戦争を引き起こすために動いてきた。その下準備が整ったらしい。どういうことだ。何かあったのか。薩摩の西郷と長州の桂が手を結んだ。バラバラだった勤王の二大勢力が倒幕に向けて秘密同盟を組んだんだ。つまり薩長同盟だよ。薩長同盟。そいつを仲立ちしたのも坂本龍馬って男らしい。だがこの場合の坂本龍馬は例のあいつじゃねえ、お前さんだ。何？もっとも、その時お前さんはシラフじゃなかったがな。まさかあの夜の話か。まったくよ、薩長のいがみ合いが一晩の酒で水に流れちまうとは思わなかったよ。だがな、そのバカバカしい話がこの国の内戦に火をつけちまおうとしている。そのきっかけを作ったのがお前さんだ。そこへ来てもう一人の坂本龍馬が火のついた薩長に油を注いでやがる。どうやって。やつはもう正真正銘の武器商人だ。これまで以上に英国の武器を大量に薩長へ流している。桂と西郷も倒幕戦の軍備に本腰入れ始めた。もういつドンパチ始まってもおかしくねえ。関ヶ原以来の血が流れるぜ。倒幕戦争か。坂本龍馬は武器を売って大儲けするだろう。日本人の血と引き換えにな。そして
開戦前夜のこの国をよだれ垂らして見てんのが西洋列強だ。となればこの俺もそろそろ動くしかねえやな。あんたまさか例の計画をやる気か。日本中が焼ける前に今日の朝廷を滅ぼして戦を止める。この国を列強の侵略から救うためだ。本気で言っているのか。町の人間が何人焼け死ぬ。侍だけじゃねえ、女も子供もだ。それを焼き殺してどの口が国を救うためだと言える。何度も言わせるな。倒幕戦争が起きればもっと多くの人間が死んだ挙句異国に侵略される。そもそもお前さんが薩長の中を取り持ったせいだぜ。おまけに寺田屋じゃ例の坂本龍馬を取り逃がした。もう勢いづいた薩長を止めることはできねえ。なら薩長じゃなく幕府を止めるってのは。幕府を止める？ああ、幕府か。仮にだが薩長に白旗をあげれば戦争にはならないはずだ。幕府に白旗をあげさせるだ？300年この国を支配してきた幕府にか。いや待てよ、おい。確かにその手はあるかもしれねえな。薩長が戦争を引き起こす力を手に入れた今だからこそ徳川が聞く耳を持つってこともあるか。例えばそうだな、幕府の持つ政権を徳川将軍から帝に変えさせる。幕府の政権を帝に。うん、大政奉還とでも言うのかな。幕府がこの国の政権を手放せばもう薩長が幕府相手に戦争を起こす理由はなくなる。ここは一つ将軍に直談判でもして白旗上げさせてみるか。できるのか、そんなことが。できるわけねえ、普通はな。だが。だが、なんだ。斎藤をはじめ、いや、坂本龍馬さんよ。あんただったらできるかもしれねえ。俺か。これまで俺なりにあんたという人間を見てきたが、あんた以上に腕が立つ男はいねえ。それにあんたにはあの沖田みてえな男まで動かしちまう魅力もある。何を言ってるんだ。いや、これは本心だ。今もし江戸城にいる将軍様に忍びで会い、しかも心を動かすことができる男がいるとしたらあんたしかいねえ。なあ龍馬さんよ、ここは一つ日本のために死ぬ覚悟で江戸に行ってきちゃもらえねえか。俺が江戸に。江戸城には夜にでも何とか忍び込むんだ。もちろん見つかりゃ殺される。生きて帰るのは不可能に近い。だが将軍に大政奉還を直訴するとなるともうそれしかねえ。将軍の寝床に忍び込むってことか。言い出しっぺはお前さんだぞ。それにもしこの大政奉還を徳川が飲めば、もう一人の坂本龍馬も必ず何か反応を見せる。どういうことだ。向こうは薩長を派手に引き込んで戦争の準備をさせてるんだ。だが戦争ってな、準備だけでも相当の金がかかる。その邪魔をされたとなりゃ例の坂本龍馬は黙っちゃいねえ。必ず何か動きを見せるはずだ。まあ無理にとは言わねえよ。そん時は計画通りに俺が今日を焼くだけだ。ただしあんたがもう一人の坂本龍馬を捕らえる機会はなくなるぜ。俺は前にも江戸に行ったが城には登ったことがねえ。ちょうど一度中に入ってみてえと思ってた。いいんだな。生きて帰ってくるだけでも奇跡なんだぜ。ああ、覚悟の上で言っている。
上出来だ。だがまず新選組の幹部が一人で京を出たとなれば人目を引く。江戸へ行くなら一晩待って夜明け前に立て。今日のところはいつも通り屯所に顔を出しておくんだな。屯所か。そうだな、ちょうど話を聞きたい相手もいる。監察の山崎進に例の坂本龍馬の息がかかっているらしい。なるほど。だがそいつは一足遅かったぜ。何がだ。山崎は昨夜屯所にある土蔵の中で殺されてた。何だと。お前さんが山崎の正体を知ったことで口を塞がれたってことか。もう一人の坂本龍馬の手の者にな。
せいや。斉藤か、聞いたかよ、監察の山崎進の件。ああ、豚書の中で仲間がやられるなんざだらしねえ。クソが、また新選組が舐められるぜ。土蔵でやられたんだったな、山崎は。そうだ、平助が現場を見分している。あんたも言って山崎に手くらい合わせてやんだな。斉藤、ほな待ってて。
今の死体が山崎です。背中から心臓を一突きでしたよ。昨日の夜中、気配を殺して山崎の背後に忍び寄ってってとこですか。平大使の仕業じゃないな。山崎ほどの男の背後を取れるやつ、もしくは山崎が気を許せる誰か。それじゃあ犯人はタイの幹部の誰かってことか。ええ、まあそういや昨夜斉藤さんは何してました？寺田屋に泊まっていた。そうか、それじゃ斉藤さんは犯人じゃないのかな。組の幹部が容疑者ならお前が犯人ってことも考えられるな。ああ、なるほど。そういやそうですね。気がつきませんでしたよ。斉藤君、少し話せるか。なんだ。君に聞くのもなんだが、近藤さんはどうしている？何？とぼけなくてもいい。君が近藤さんと会っていることは分かっている。会って何を話しているんだ？局長に直接聞いてくれ。最近のあの人は秘密が多いようでね。例えば君は、薩長が秘密同盟を組んだって噂を知っているか？さあな、俺には関係ねえ話だ。だが、近藤さんは知っているはずだ。そして、それを黙って見ている人じゃない。あの人は私と違って、国士だからな。国士？天下国家のために自分が何をできるかいつも考えている人間だよ。その近藤さんにとって、薩長同盟なんてのは潰す以外に選択肢のねえ代物だ。なのになぜ何も動き出さないのかと思ってな。この先近藤さんから何か聞かされたら私に報告してくれるか？俺は人と話したことを別のやつに漏らすような真似はしない。あんたと話したことを近藤に言うこともないってことだ。局長のことを知りたきゃ直接話すんだな。
あの山崎が簡単にやられるとは、一体誰の仕業だ。起きた。なんや、局長とおもろいことしようとしてるらしいの、はじめちゃん。何？とぼけんなよ。水臭いで。おもろいこと独り占めしようったって、そうはいかんわ。わしも一緒に行くで、江戸城。二人で将軍様に殴り込みと行こうやないか。断ると言ったら。そん時は、お前を切って俺がおもろいこと独り占めや。殺されに行くようなもんなんだぜ。せやからおもろい言うとるやないか。それにもっとおもろいのは、これがうまくいけば例の坂本龍馬に一泡吹かせてやれるっちゅうことや。ああ、わしらの敵は同じ目的を持っとる限り低下したる。一番隊の隊長ただで使えるっちゅうことやで。わかった。だが出発は夜明けだ。目立たねえようにする必要がある。なるほど。ほな、今夜が今日の最後の夜になるかもしれんちゅうわけやな。お互い夜明けまでお楽しみっちゅうわけや。江戸城の将軍の寝床に押し込むんだ。人生最後の夜遊びかもしれねえ。上等や。新選組で貯め込んだ金一晩で使ったるで。せやけどお前は寺田屋に別れの挨拶する女がおるんとちゃうか。あそこの女将豊島の割にえらい色気があるさかいな。いや、そっちじゃねえ。え？なんでもねえよ。そしたら夜明け、わしも寺田屋に行く。それまではじめちゃんもせいぜい楽しんどけ。
よし。豊作だ。
よくやったな。気をつけてね。
よし、やるぞ。やっ、うん、やっ、はい、うん、よし。さて、作るか。やっ、お、うん、はい、やっ、うん、うん、よし、やるぞ。味を見てくれ。悪くないだろ。うまくできたようだな。たくさん食べろよ。よし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 。やられたか。よし。よし。さあ来い。
今だ。うん、さて作るか。うん、ていや、お、うん、お、や、てい、お、や、てい、うん、や、うん、や、よし、やるぞ。お、や、お、うん、や、うん、てい、うん、や、てい、お、や、お、や、うん、よし。味を見てくれ。悪くないだろ。うまくできたようだな。さて作るか。やるぞ。や、うん、お、や、てい、よし。さて作るか。よし。味を見てくれ。悪くないだろ。うまくできたようだな。さあ来い。うん、お、てい、や、てい、よし、よし、やるぞ。うん、や、うん、てい、うん、お、てい、よし。さて作るか。よし。一口食べてみてくれ。悪くないだろ。うまくできたようだな。さあ来い。てい、や、お、うん、や、お、や、よし。さて作るか。てい、うん、お、てい、や、うん、や、てい、や、うん、てい、うん、や、お、や、うん、うん、よし、やるぞ。一口食べてみてくれ。どうだ。この味誰も真似できないぞ。よし、やるぞ。うん、や、てい、お、や、お、てい、よし。さて作るか。お、うん、てい、うん、や、うん、うん、よし、やるぞ。今だ。ああ、さあ来い。さて作るか。
一口食べてみてくれ。うまそうだな。味を見てくれ。どうだ。この味誰も真似できない。豊作だ。やめておきますか。
えぐいな。あれや、あそこ面倒はごめんだ。またな。いらっしゃいませ。おおきに。実はいらっしゃいませ。おおきに。いらっしゃいませ。おおきに。急ぎな。ほんなら今度はまた来てな。待て！待て！終わりだ。
何？あ？しつこいぞ！捕まるわけには。はい。毎度お気に。え？何？
っと。ああ。え？はい。
と。はい。え？何？ね、あ？おい。
た今度見に来てな。品物揃えとくんで。はじめさん、おかえりやす。ああ、明日夜明け前に宿を立つ。それまで寝かせてくれ。そらかまへんけど、朝立つんやったら今のうちにいろいろ支度せなあきまへんやろ。支度はもう済んでるん？ああ、大丈夫だ。ほな、夜明け前に起こすから早う部屋でお休み。監察の山崎進は新選組の屯所で殺されていた。え？例の坂本龍馬に口を塞がれたらしい。お前は大丈夫だと思うが、なるべく表には顔を出さないようにしていろ。別にうちはええんよ。もし何かあっても自業自得やもん。いや、お前に何かあれば俺のせいだ。俺の存在がお前を巻き込んでしまったようなもんだからな。そんなこと。明日江戸に行く。用事が済むまでしばらく帰れない。江戸へ？けどそんなことうちに言うてええの？また裏切るかもしれへんよ。土佐を抜けてから俺が本当の名前を自分から言ったのはこの寺田屋でだけだ。俺はもうここで隠し事をする気はねえ。それに江戸での次第によっちゃもう生きて帰ってくることもない。今度の江戸行きはそういう旅だ。何する気やの？はじめさん。江戸城の将軍の寝床に直談判だ。幕府を店じまいにしろってな。まさか。冗談みてえな話だが、あんたにだけは言っておこうと思った。寺田屋に戻れなくなるとすると、一つだけ心残りがあるんでな。心残り？
たの作った飯、まともに味わったことがなかった。はじめさん、それを今度戻ってきた時の楽しみにとっておく。その時は頼めるか。死ぬほど食べさせてあげる。起きた。女と別れの挨拶は済んだんか。あんたの知ったことじゃねえ。ええやないか。わしの方も馴染みに挨拶済ませてきたんや。あんたにこれ渡せ言われたわ。その手紙は近藤さんからや。徳川将軍へのお手紙やと。あんたの馴染みってのは近藤のことか。将軍に会えたらこいつを見せろ言うとったで。はじめちゃん、お前これ読めるか。あちゃー、やっぱりあかんか。読み書きができないわけじゃないが、この字はさすがに読めない。達筆すぎるな。ほんまやな。将軍に渡すくらいやから近藤さんも気合い入れて書いたんやろが。おい、そこの前、これ読めるか。わ、私ですか。他におらんやろが。早く来いや。はあ、では拝見。これは一体何が書いてあるんや。何と言いますか、とんでもないことが。だから何やっちゅうねん。まずこの一番初めのこの一文ですが、1、天下の政権を朝廷に奉還せしめ、政令よろしく、朝廷よりいずべきこと。何のこっちゃ。これは幕府の持っている政権を朝廷に返すってことです。こんな手紙持っているだけで幕府の人間に殺されますよ。ああ、それやったら問題ないわ。わしらがその幕府の人間や。まさか本当ですか。本当だ。それよりその先を続けてくれ。それじゃあ続けますけど、この手紙には全部で7項目の国への要望が書かれてあります。国への要望。ええ、まず最初がさっき言った幕府の政権は朝廷に譲るということ。その後は政権を持った後の朝廷への提案が続いています。どういう内容だ。ええ、箇条書きですが、まず議員というものを置いて話し合いで政治を決定すること、異国との不平等条約を改定すること、国の憲法を制定すること、海軍を増強すること、
都を守る兵を組織すること、金銀を異国と同じ値段にすること、以上最初のと合わせて7つです。要するに新しい国づくりへの要望書ってところか。そしたらここに要望を書いたら徳川将軍が聞いてくれるいうことか。いや、聞くのは政権を返された後の朝廷ってことだろう。将軍でも朝廷でも構わんわ。わしらもなんか書いたらやないか。何？命がけでこの手紙将軍に渡すのはわしらなんやで。ほんなら新選組の隊長に一生楽できる金を払うことってなどや。新選組の隊長？あなた方そうなんですか？そや。せやからお前今言うたの手紙に書き足せや。一つぐらい足したってかまへんやろ。でも人の手紙を勝手に書き足すなんて。どうせ金をくれと書いたとこで将軍にも朝廷にも無視されるだけだ。私もそうだと思います。お前は黙っとけよ。ほなはじめちゃんやったら何を書く？こんな機会めったにないで。国への要望なら平等な世の中にしろとかな。ああ、俺の国じゃ生まれた階級だけで人間扱いされなかった。階級に縛られ尽くした土地だったんでな。土佐っちゅうことかいな。アホくさ、そら武士の話やろうが。局長も副長も元は百姓やで。人間扱いされん連中なんぞ武士以外やったら山ほどおるわ。ああ、あんたの言う通りだ。せやけど平等な社会なんぞわしらに一文の得もないやないか。俺にはある。それが実現すればおやすさんに胸張ってあの世で顔を合わせることができる。何やそれ。そこのあんた、今言ったことを手紙に書き足してくれるか。どういうふうにでしょう。どんなに身分が低かろうが階級を超えて人材と認められるように、武士だけではなく町人も百姓も女も誰もかもだ。そして身分が高く生まれただけの人間に好き勝手させないようにしろとな。なんですって。ったく、ほんだなんや。それこそ私も望んだ日本の新しい時代です。そうですよ、だから今日まで私は今日にいたんだ。新しい時代が今まさに今日で作られていると聞いて。ですが私は剣がからっきして志半ばこの船に。なあ、その志を書いてくれ。文章はあんたになら任せられそうだ。は、はい、喜んで。有罪の苦行諸侯及び天下の人材を顧問に備え感触を賜い、よろしく従来有名無実の官を除くべきこと。俺たちが目指したものがここにある。そうだよな、
おやっさん。何者か、ご判明とお名前を申されよ。ご判明とお名前を申されよ。ここをどこと心得る。十五代将軍徳川慶喜公に会いに来た。開門願いたい。止まらんか。それ以上近寄れば賊とみなす。将軍に伝えたいことがある。お目通り許されたい。行かれてんのかこいつ。構わん、行ったで。この国の存亡に関わることだ。そっちがその気なら力ずくでも取り継いでもらう。無駄や無駄や。せやから言うとやないか、はじめちゃん。起きた、待て。鼻から運動無用やったんや。バカな。ドカーンと行くで。らすんねえ、はじめちゃん。さっさと将軍様を叩き起こすんや。あんたは張り切りすぎだ。さすがに徳川将軍のお膝元だ。歯ごたえがありそうだぜ。それでこそ江戸まで来た甲斐があるってもんや。行くぞ。起きた。待ってるい。Oh!
食ったな。
Thank you.
上様、やつが例の賊にございます。見ればわかる。太刀を持て。はっ。恐ろしく手だれの者たちでございます。たった二人でここまで。その方、何が目的だ？あんたが徳川将軍か。なるほど、俺の顔も知らんか。だが、たった二人でここまでたどり着いたのは見事だ。お前の狙いはこの慶喜の首か？いえ、俺たちは上様に聞いていただきたい話を持って参上しました。ご無礼は承知の上ですが、
この国を救うためです。たわけが、賊が偉そうに何を抜かすか。お前は下がっている。お前たちも手を出すな。上様。徳川開幕以来300年、将軍の首を狙う賊は何人もいた。だが今度の賊はこの俺に国を救う話を聞けという。徳川の世はそこまで衰えたか。俺に話を聞かせたいのなら聞く耳を持たせてみろ。安心してかかってくるがいい。一度命令を下した以上、この者たちはたとえ俺が死んでも手は出さん。それが上様のお望みなら。遠慮は無用だ。お前も国を救うというならそれに準ずる覚悟もあるのだろう。だが俺も伊達に将軍を名乗る男じゃないんでな。行くぞ。
くそ。で、あなたを切ったところで徳川は滅びない。頭をすげ替えて存続するだけだ。今それを倒すために勤皇派が戦争の準備を始めている。薩長同盟のことを言っているのか。そのことはご存知なんですね。当たり前だ。衰えたとはいえ徳川の密偵は至る所に潜り込んでいる。今その薩長と英国のグラバーって武器商人とをつなぐある男がいます。そいつは最新式の武器を船で運び薩長を倒幕に焚きつけている。おそらく薩長の開戦準備は上様が考えているよりも進んでいます。もういつ火の手が上がってもおかしくはない。バカな連中だ。今は日本人同士で争っている場合じゃない。だがお前も薩長の一味なのか。俺は日本人同士の戦争を避ける案を申し上げに参っただけです。戦争を避ける策。これは上様、こんな賊の言うことを聞く必要などありませんぞ。聞かなければこの男に切られるだけだ。もちろんお前もな。そんな。おう、くっちゃ済んだね、はじめちゃん。こっちももうすぐ済む。
大政奉還。この俺に徳川三百年の幕を引けというのか。それを決めることができるのはあなただけです。ここでの返事はご無用。あなたがそれを読んだ時点で俺たちの用事はもう済みました。一、有罪の苦行職を及び天下の人材を顧問に備え感触を賜い、よろしく従来有名無実の官を除くべきこと。この国の階級社会を潰せばどんな混乱が起きると思う？混乱するのは今まで階級社会にあぐらをかいてきたほんの一握りの連中だけです。なるほど、確かにそうかもしれんな。上様、なりませんぞ、そんなことは。どうか冷静なご判断を。その方、名を何と申す？土佐藩士坂本龍馬。坂本龍馬。なあ、はじめちゃん、わしらもしかしてどうらいことやったんとちゃうか？さあな。ただこれで例の坂本龍馬が動き出すはずだ。まさか徳川が政権を返上するとはな。こうなると桂と西郷も倒幕戦争を引き起こすだけの口実がない。少し面倒なことになったな。大政奉還の裏にいたのは新選組と例の斎藤はじめ。やはり坂本龍馬は二人もいらないな。そうは思わんか、坂本さん。まあいい。薩長にはあんたが流してきたイギリスの武器で軍備を整えさせてきた。幕府にその気がなくても戦争の火種をつけてやることは簡単だ。やはり新選組を使う時が来たな。